ピッカピカの1年生も新学年で張り切る6年生も土曜の朝はこれを見なきゃ始まりません。ゲーム EX、 おはよう。というわけで昨日私はスキーに行ってきました。あ、日本は本当に広いよね。もう春だというのにスキーができるんです。林家たい平です。そして、はい、ペイちゃんです。今日のラッキー運はカニ座の君だ。でもお小遣いは計画を持って使おうね。そして、はい、広島で本場のお好み焼きを食べました。美味しかった。クイズゆかです。普通ね、大人ならね、広島行ったって言ったら僕たちにお土産ぐらい、しょうがないな。もみじまんじゅう、もみじまんじゅう。何出そうとしたの？え、広島の空気。あ、空気ちょっと残像が残ってたから。行こう行こう行こう、ゲームゲーム始まります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。彼らはレイブンと呼ばれていた。迫力のバトル、パーツ選択が戦況を変えていく。戦闘メカアクションアーマードコア3 From Software。 彼らはレイブンと呼ばれていた。迫力のバトル、パーツ選択が戦況を変えていく。戦闘メカアクションアーマードコア3 From Software。デジタルモンスターカードゲーム、スターターバージョン6、ブースターでパワーアップ。技対技の壮絶バトル。テレビアニメワンピースカードゲーム、ブースター発売中。ゲーム EX、 まずはこのコーナーから行ってみましょう。新作エクスプレス。というわけで、今日はですね、はい、3本紹介しますからね、皆さん楽しみにしていてください。はい、まずは1本目、ゆかちゃんからです。はい、今週1本目はゲームボーイアドバンスの大好きテディ。紹介してくれるのは MTO のボンバー山本さんです。山本さんだ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、なんだ、なにこれ、今こっちが喋ってるの。今日は僕とボンバーで紹介します。思いっきり口動いてるじゃない。いきなり太いことになった。トーンが変わってるだけ。いきなり太くなってる。そう言わない。はい、今日はね、はい、この子、服を紹介してあげます。そうですよ、はい、ね、はい、村に行って、いろいろとこの子の服を、はい、材料をね、生地とか、それをね、裁縫箱に入れてあげます。はい、するとね、こうやって横に完成予想って出てくるんですよ。で、これがね、いろいろ試してみて、こうやって出ない時もあるから、はい、で、これがね、ちゃんと出た時に、そこに書いてある服がね、できるから、それでこうやって裁縫箱に入れると、今すぐ出てきた。ワンピースって感じで、できたできたこんな感じ。できる。あー、かわいい。ワンピースだ。いいですよ。うん。だからこれやっぱし来たら外遊びに行きたいじゃないですか。自慢したいですよね。自慢したいでしょ。そうだね。だから早速、散歩。散歩。すると。はい。入って。すると。こいつもちゃんと来てるわけ。かわいいですね。ニワトリじゃない。ニワトリ。そしてね、このある家に、はい、紹介してみましょう。うん、ここに入っていくと、ほら、はい、ここになんかあるでしょ。なんか樽みたいな。うん。なんだなんだ。あれね、染め桶なんです。もう一回出ますよ。染め桶。うん。これ。はい。これね。うん。あそこにね、染料と、そして染めたい服を入れる。はい。服を入れる。すると染められるんですよ。もう数バリエーションいっぱい。服とかって着物とかもあるんですか。着物。着物あったっけかな。着物。あ、制服は。着物あった、あったあったあった。制服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 あるよ。あのね、ね。海賊の服とかね。いろんな服があった。ほら、じゃあそれに合わせてテディの色とかも変えて。変えてもいろいろ楽しんじゃって。あ、いいですね。世界が楽しめるんだ。そうだそうだ。いいですね。ね。うん。さあ、この髪の毛の色も何種類ぐらい変えられるんですか。これはね、3種類ぐらいかな。3種類ぐらいね。あ、なるほどね。バリエーション少ない。かわいいな。ほんと。ボンバさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いて2本目は一平ちゃんです。お願いします。はい、2本目は PS の新作です。名探偵コナン最高のパートナー、紹介してくれるのはバンダイの後藤さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。これ3作目ですよね。そうですね、3作目ですね。内容も充実してると思いますけど、じゃあ早速ね、見ながら説明してください。お願いします。お願いします。はい、もうこの、先ほど出ましたように名探偵コナン、もうこれシリーズ3作目なんですけれども、まあこの今まで出てきたシステムをですね、全てパワーアップさせという、パワーアップ、さらに当然新システムも搭載
なところがパワーアップしたんですか。え、まずですね、今から見ていただければ分かる通り、はい、結構ゲームの画面とは思えないぐらいですね、静止画があんまりほとんどなくて、もうアニメ見てるかのような会話でゲームが進んでいくわけですよ。目とか口とか実際テレビをつけてね、見てる感じだ、まあ、その結構このアドベンチャーゲームなんで、まあ、ずっと画面を見てる、あの話を進めて、やっぱ 字を読むとか会話聞かなきゃいけない場合が多いじゃないですか、うん、それがやっぱ飽きることがないっていうのが飽きないですよこれ、でまあいろいろそのゲームを進めていくうちにいろんなアイテムとかその断点なものが出てきて、例えばこの容疑者に出てきたそのパンフレットとかでもこれ調べてて、まあそこでまた新たな情報を得ていったりするわけですよ。なるほど。で例えば今回その進化するこの今普通の 3D マップがあるんですけれども、その自分自身がそのコナンを操作して、まあ、そのいろんなところの例えば足元調べたりとか壁叩いてみたりとか、ここに落ちてるカバンを拾ってみて何か調べてみたりとかすると、また情報の断片が出てくるわけですよ。なるほど。でその情報の断片をいろいろまた後ほど出てきますけれども、推理を自分で組み上げていくと、その情報が1個集まってくるので、それを元にしてこの組み合わせで、あ、じゃあ何が出てくるのかなという、なるほど、組み立てが大切というわけですね。そうです、はい、だからそのための情報の断片をたくさん集めていって、それを元に推理をしていくと、そうすると、まあ、犯人お前だということで出てくるわけですよ。あ、いいですね。まだまだ伝えたいこといっぱいあるでしょ。いっぱいあるんですけどね。じゃあ次回ぜひともまたお願いします。いや、これ事件はどのぐらいの種類あるのかな、そんなところ、ね、いろんな事件あると思うし、また 3D バップだってすごいしね。そうだよね、期待しましょうよ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。さあ、今日はもう一本ありますからね、ゆかちゃんお願いします。はい、3本目はゲームボーイアドバンスのぷくぷく天然回覧版、紹介してくれるのはビクターインタラクティブソフトウェアの後藤さんです。後藤さん、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。もう後藤さんが最近プクプクに見えてきました、ね、はい、そうですよね。プクプクガリみたいな、刈り上げの感じがいいですよ。ここちょっと可愛く、あ、 T シャツ、なるほどね。プクプクの頭作ってきましたね。眉毛もね、プクプク用に沿ってるらしいよ、サンダムにね。さあ、それでは早速見せていただきましょう。お願いします。はい、あのプクプクなんですけども、はい、これやっぱりあのゲームとゲームのゲームと漫画を同じく杉吉町というところを舞台にしてるんですが、うん、はい、あのそこにですね、うん、春夏秋冬という4つの季節に合わせたオリジナルオリジナルストーリーを展開してます、はい、やっぱ季節感があるってゲームの中感いいですよね。そうだね、大切なことだね。そうなんですよ。で、これ何やってるんですか。これですね、プクプク、あのポンタというあの無水なんですけども、うん、これ漫画の中で一回も勝ったことないんですが、これ皆の力で勝たせてあげてください、はい、あと夏はやっぱりですね、あの肝試しかなということで、ある、そうなんだ、あるんですよ。今学校の理科室をですね、こうみんなでこうそーっとそーっと、うん、あの探検してるんですけどね、ちょっとお化けに見つかると怖いんですからね。そうですよね、うまくかわしてください。そうか、猫が入れるのは夜の校舎ですもんね。猫得意ですからね。はい、他にですね、あのこれ山田さん、山田さん、山田さんなんですよ。山田さんってなかなか出てこないんですよね。出てこないんですよ。美味しいところ出てきます。知ってるところもわからない。謎のキャラクターという、謎のキャラクター、ね、ただゲーム中ですね、結構重要なところ出てきますので、困った時には山田さんを探してみてください。へー、これあのさっきのミニゲームをすることで、はい、なんかあるんですか、ポイントとか。ゲームなんですけども、これあのストーリーモードをクリアした後で、はい、みんなでこう対戦とかをできるようになるんですね。へー、対戦ができるんだ。例えば冬といえばやっぱクリスマスなんですけども、はい、このクリスマスツリーを使ったミニゲームも、うん、この話をクリアすると、あのゲーム中だけじゃなく、こう友達同士対戦してポイント稼いだりとか、うん、でその時のキャラクターごとにですね、得意不得意をしてますんで、うん、例えばこのクリスマスツリーだとどのキャラクターが得意かなっていうのを探してみると、キャラクターによって違うんですね。そうなんです、上まで登ってこられる。キャラクターもちゃんとその手、あの、なんていうの、うん、ミニゲームに合わせてやらないといけないですね。そのイメージとまたこの個性がきっちりあるゲームってことですよね、うん、なかなか楽しい、ぜひ楽しみに。あ、またプクプクの元ですか。見えてきました、ね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、 CM に続いては海老名さん、小出さんお届けする違いますね、一平ちゃん、ゆかちゃんがお届けするやれ的、今日は2本見せちゃいますからね。打つんじゃねえ、今日誕生日なの。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレ、落書き王国発売中。あー、雨だ。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレ、落書き王国発売中。熱いバトルを繰り広げろ、リベンジ。あいつもエントリー、お前も。オープニングもエンディングも全て新作アニメーション、ワンピースグランドバトル2、大ヒット発売中。今度のグラバトは激突バロックワーク。
泣かせるやつは俺が絶対許さねえ。ワンピースグランドバトル2大ヒット発売中。史上最強の機動兵器が今シミュレーションゲームの常識を覆す。リアルロボットのサンライズインタラクティブが送る迫力の 3D シミュレーションロールプレイングゲーム。惑星クラウディアを二分する祭典を通じ、若者はさまざまな現実に立ち向かい大きく成長を遂げていく。多彩なグランドトルーパーを駆使し、この祭典を戦い抜け、飛行武装 G ブレイカー第3次クラウディア祭典、4月25日発売。ゆかのやれできやればできるやれできのコーナー、今回は2本お届けします。まず1本目はゲームボーイアドバンスで発売されていますハムスター物語2アドバンスです。はい、テーマは可愛く育ちます。はい、紹介してくれるのはカルチャーブレンドの遠藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりね、可愛く育てたい。そうなんですよ。そこだよね。そこですよ。見ながらお願いします。はい、このゲームはですね、うん、プレイヤーの育て方によってですね、はい、いろいろ変わってくるんですよ。はい、良い子悪い子ね、お腹さん、おデブさん、うん、賢い子と、うん、でこれはですね、最初の5週間でどう変わるかが決まるんですよ。育て方5週間が大事ですね。そうだね。でまずは要するに今サイコリラック2子供ですけど、まず餌をね、少なくあげて、これ一平って書いてあるんですけど、私ですか。一平は5週間でいいよね。5週間で餌も少なくね。餌も少なく。まず買い物してですね、餌を買います。最初ゼロからスタートしますので、で餌を買ってですね、まず餌を与えます。餌もですね、普通にあげてください。普通に。いっぱいあげるとこうなっちゃいますからね。あとはしっかりと遊んであげる。遊んであげて掃除をしてあげる。次今度はトレーニングルーム入ってですね、今度は可愛く、優しく。要するにトレーニングされる。はあ、そうすると少しずつ可愛くなっていくわけですね。そうですね。素早くとか賢くやっちゃうとダメですから、優しく可愛く要するに育ててあげると、どん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 パラメーター、他のパラメーターどんどん上がってきますのでね。はいはい。で掃除してあげたりとか、はい。どん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 変わってきますのでね。はいはいはい。なるほどね。可愛い。顔が可愛い。目が変わって。そう、目が変わりましたね。でこれが要するに優しく育つ、可愛く育てます。これが可愛い。これ可愛いっぱいです。そんでね、いろいろと要するにいろいろ餌をいっぱいあげたりとか、たくましく育てると、次はね、声に変わります。ちょっと見てください。あ、なんかやんちゃな感じですね。そうですね。これ目もちょっとこう上上がってるでしょ。本当だ。あら、強そうですよ。これまたね、甘えん坊なんですよ。アルノのシュワルツネガみたいな。今これ脱走してるんですか。あ、これ脱走してるんですか。悪い一平さんですね。なんでみんな俺見て言うんだよ。本当にもう。そうですか。これ悪い一平になっちゃうと良くないから。こんな感じで育ちますから、5週間を優しく可愛くする。それで餌もほどほどに。そうそうそう。あげすぎないで。そう。面倒を見てあげると、これが大切なわけですよね。わかりました、遠藤さん。なかなかね、やっぱ5週間が勝負ですね。そうですね。はい。それをわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、2本目は PS2 のスーパーロボット対戦インパクトです。はい、テーマは3つの重要な戦闘機能。はい、紹介してくれるのはバンプレストの吉場さんです。はい。よろしくお願いします。3つの重要な戦闘機能、あれなんですか？スパロボのストーリーをですね、楽に、かつかっこよく進めていくためには、今からご紹介するこの3つの戦闘機能を、ぜひともマスターして、活用してください。重要ですよね。はい、さあ行きましょうか。お願いします。まずこれはですね、新システムの同時援護攻撃といって、統率という能力を持ってユニットを援護するときに起こる攻撃パターンになります。で同時援護攻撃は通常の援護攻撃と違ってですね、敵の攻撃を受ける前に2体で先に攻撃を仕掛けることができます。連携ですね。そうですね。それによって敵の反撃を受けずに、こちらからクリティカルを2発連続で出すので、相手のパワーをゼロにして倒してしまうことが無傷でできます。なるほど、一発で倒しちゃう。はい、これ知っとくだけでだいぶ違いますよね。だいぶ楽になりますね。でもこう組み合わせ的にうまく戦えるとかそういうのもあるわけですか。ありますね。これ強いわ。はい、次はですね、これも新システムなんですけども、戦艦援護といいまして、これも戦艦だけが持っている援護システムになります。で今アムロのニューガンダムが出てきましたけれども、こいつがですね、援護防御の方を行って、で、戦艦が、できるだけ
HP を減らさないように、まあ、攻撃を、受けないように進めていくというシステムになります。でですね、まあ、これが最後のですね、はい、フルアニメーション戦闘シーンとしては初の合体攻撃になります。はい、で、まあ、発動条件としては、はい、合体攻撃を行うユニットに一緒に攻撃するユニットが全て周囲8マス以内で接触していて、うん、さらにですね、全てのユニットが必要気力とエネルギーを満たしていることです。それが条件というわけですね。条件ですね。そうなると、これ大変なことですよね。そうなんですね。徐々に気力を上げていって、うん、で最後にドカンと一発決めると。一発ドカンと、一発ドカンと言いましょう。わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては今週はちょっと趣向を変えてお届けします。勝ち抜き EX。勝ち抜き EX、春の特別編。というわけでですね、今回から8回にわたってお届けする春の特別編なんですけども、この春休みを使って行われたね、あのチャレンジ D スピリットキャラバン2002、この地区大会の様子をですね、レポートしてもらおうと思ったんだけども、5週にわたって育て方を失敗した一平ちゃんよりはゆかちゃんということで、ゆかちゃんレポートしてもらいました。なんで遠藤さんのお願いします。そうなんですよ、北は北海道から南は九州まで、バスガイドか、日本中を駆け回ってきたんですが、もうね、なかなか会場盛り上がってましたよ。本当盛り上がってた、はい、1回目の今日は、1回目の今日は広島で行われた中国地区大会の模様をご覧いただきました。それでは VTR スタート。はいはい、はい、私がやってきましたのはここ富士グラン広島店で行われているチャレンジ G スピリットキャラバン中国地区大会にやってきました。よいよ、ですね、もうすでに大会の方スタートしているんですが、1チーム3名で全18チームの人が地区代表を目指してもう早くも熱戦を展開しています。さあ、パワーを高めて次の攻撃にしまいますが、さあ、それで何だろう、そのスマホコーンがジャンプしたら危険にぶつかった。真ん中のステージは氷のステージで、ガムモン対これはさあ、そして V モンが嘲笑うかのように距離を詰めて残り時間2、1、0、そこまで終了。じゃじゃーん、いよいよ決勝戦です。楽しみですね。どちらのチームが勝つんでしょうか。全員見守ってます。それではいよいよ対戦開始です。エイムさんが応援する何でもいいよが勝つか、はい、それとも和田さん、谷本さんが応援するハテナハテナハテナが勝つか、はい、待ったなし参ります。バトルアイコンセットして、せーの、バトルスタート。角が落ちた。さあ、このあたり、さあ、優勝、どちらも優勝候補同士の戦いなので白熱のバトルが繰り広げられておりますが、さあ、しかし V モンの V モンヘッド、 V モンの斜め下に、斜め上につくとたちまち頭が飛んでくるが、まあ、まずいという声が上がりましたが、その通り何でもいいようなレノンが、さあ、この新人型昨夜もいない V モンを攻め立てるか。さあ、 V モンに攻撃が届かない。さあ、残り時間30秒切りまして、ガズモンがテリアモンを攻撃していいか、テリアモンは防御、耳で包み込む、自分を梱包するように包み込む。さあ、この辺り防戦一方か、防戦一方か。それでは集計の方を今進めておりますが、集計 OK 出ました。それではセンター画面に集計ドン。35対37ギリギリ2ポイントでハテナハテナハテナの優勝です。おめでとう。はい、おめでとうございます。3試合勝ち抜いた気持ちはどうですか。あ、もう嬉しいです。決勝大会に向けての意気込みをどうぞ。頑張っていきます。はい、というわけでチャレンジ G スピリットキャラバン2002中国地区大会はハテナハテナハテナチームが代表に決定しました。いやー、みんな上手だね。真剣な眼差しがすごいね。決勝大会とかもうすっごいみんな緊張して伝わってくんですよ。なんか刺さるような勢いだよね。そうなんですよ。そうね、うん、というわけで、はい、次回は、次回はですね、福岡で行われた九州地区大会のリポートをします。いや、これも会場が熱いだけでまたもっとさらに熱くなるだろうね、うん、ヒートアップ盛り上げますよ。頑張ってください、ね、はい、楽しみにしてます。 CM に続いては EX 情報局、あのカードゲームが登場しますよ。根性必中
魂、ひらめき、衝撃が来るスーパーロボット対戦インパクト。今最強のスーパーロボット対戦が進化してプレイステーション2に登場。超衝撃到来、スーパーロボット対戦インパクト。ワンダースワンから筋肉マン2世ドリームタッグマッチ好評発売中。次は勝つワンダースワン。カードゲーム新時代、バトルで通信で熱くなれ。最強テーマは禁断、デジタルモンスターカードゲームバージョンワンダースワンから。映画もよろしく。ワンダースワン。お待ちかね EX 情報局というわけで、このところずっと特集をしているんで、うん、ね、あの、うん、カードゲーム、はい、すごく今話題になってるしね、子供たちみんな遊んでるしね、うん、というわけで今日もカードゲームを紹介しましょう。はい、紹介してくれるのはバンダイの福原さんです。福原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなカードゲームを紹介してくれるんでしょうか。今週はですね、はい、まあ、以前ご紹介いただいてましたロックマンエグゼのカードゲームなんですが、はい、それが4月に新商品が発売されるということで、そちらのですね最新情報を、こちらでご紹介させていただきます。誰も知り得てない情報ですか。そうですね、まあ、もう非常にレア情報です。そうですね、初めてですよね。ご紹介させていただきたいと思います。お願いします。で、まあ、こちらのですねフィリップ、ボードの方を見ていただきたいんですが、はい、まあ、こちら新しい4種類のですね、ロックマンが出ております、うん、でこれは何かというとですね、まあ、アドバンスのエグゼ2でもですね、 おなじみのスタイルカードということで、はいはいはい、自分のナビロックマンが、それぞれ4種類の、スタイルにチェンジして、うん、パワーアップできますという新しいシステムを、カードゲームでも再現、うん、できるようになりました。なるほど、これ色が違うということは強さとかそうですね、それぞれ、いろんな、種類ありまして、例えば1番目、ガッツスタイルですと、うん、ナビの攻撃力が、プラス10になると、うん、まあ、ガッツで、攻撃を上げると。で2番目のこのカスタムスタイル、これですと、うん、普通手札で5枚しか持てないんですが、はい、それをプラス1枚引いて、その中で好きなやつを1枚選んで捨てるということで、1枚違うだけで、そうですね、手札を調整できるという、うん、強力なカード、はい、であと、3番目ブラザースタイルというのがですね、黄色いやつなんですが、普段、ナビは自分の場合に何体か出せるんですが、例えば、敵に一斉攻撃を受けた場合に、うん、ナビが全体で、ダメージを受けちゃうんですけども、はいはい、このブラザースタイルをつけていると、他のナビのダメージは無効化されて、自分だけ受け、まあ、かばうみたいな、涙ぐましい努力、すごい要素が、で4番目のシールドスタイル、こちらは、単純に、つけていると、ダメージをマイナス10できるということで、さまざまな、能力ありますので、戦略の幅が広がる。じゃあこのカードはアイテム的要素が強いってことですね。そうですね、より複雑な戦いがこれでできるってことですね。で、まあ、これがつい、かかっている、まあ、ブースターの3番がですね、はい、まあ、全国自販機で発売しますということで、こちらを目印にしてですね、全国の自動販売機探していただければなと、はい、4月中旬の発売ですね。そうするとカードが入ってくるわけですね。もう続々と、新カード入っておりますので、お楽しみにと。100円で4枚、100円で4枚ね、はい、楽しみだ楽しみ、よろしくお願いいたします。あれも最初にいきなり出てきちゃったら嬉しいだろうね。うん、ドカーンと来たらね、嬉しいですよ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、運が良ければね。さあ、続いては運が良くなくても大丈夫ですよ、はい、このコーナー行ってみましょう。新作ホットラインダメだこりゃ。今週1本目は XBOX で登場、アルティメットファイティングチャンピオンシップ2タップアウト。マーク・コールマン、宇野香織、キト・オーティスなど K1 やプライドで活躍中の強豪たちが続々と参戦。ファンはもちろんゲーム初心者でも打撃技や関節技など様々な格闘技が簡単操作で楽しめます。続いてはゲームキューブ初の RPG ルーン。最大の魅力となるリアルタイムのカードバトルではボタンを押すだけでクリーチャーが飛び出し敵と戦います。戦う相手はクリーチャーだけでなくカードを使いこなすキャラも登場、白熱のバトルが楽しめます。さてお次は爽快レースゲーム第2弾アドバンス GT2。 往年の名車から新型車まで国内10社の自動車メーカーから73車種がエントリー。コースだけでなく天候や時間帯も設定でき、さらにドリフトコンボモードも追加。ゴール後の美しいリプレイも必見です。今週最後はデジモンテイマーズバトルスピリットバージョン 1.5。 去年発売されたデジモンテイマーズバトルスピリットが
キャラクターやステージを追加して再登場。追加されたデジモンはパタモンとテイルモン、またインプモンとギルモンもパワーアップして、それぞれかっこいい究極体に進化しますよ。さあ今週も楽しくお届けさせていただきましたけども、一番楽しかったのはなんかゆかちゃんだったんだね。そうだね、広島はやっぱり、うん、リポートが良かったから、うん、いやリポートよりもなんか自分で言うなよ。なんかちょっと太ってない？そう、なんか食べ過ぎた？なんかいろんなところで食べてるんじゃないの？痛いとこつかないでくださいよ。え、食べたでしょ。何食べたの？お好み焼き。それから、もみじまんじゅう。もみじまんじゅう、かきカレー。食べ過ぎた。それでお土産は？え、ない。もうじゃあ、 あのね、近いから一平ちゃんにしようかな。そうですね、ね、僕だったら何でも買っていきますよ。本当？だから選別ちょうだいね。さあ、そういうわけで次回もまたこの3人でお届けします。それではまた、さよなら。さよなら。バイビー。また見てね。番組からのプレゼントです。今週はヤレデキで紹介したハムスター物語2アドバンスを10名様に、バンダイよりロックマンエグゼカードゲームスターターのフルコンプリートセットを5名様に、東京浅草橋人形の秋月より豪華な5月人形カブトひら飾りを1名様に、光学機器の健康より高性能な天体望遠鏡スペーシア 900RE を1名様にプレゼントします。ご覧の要領でご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。